おはようございます。今紹介を預かりました伊藤といいます。私は原爆資料館の方のガイドをしとるわけですけども、どうしてこんなことになったかということはまた後ほど詳しくお話しさせていただきたいと思いますけども、今日は日本の高齢化社会の第一線で働いていらっしゃる皆様方とこうして平和についての考える時間をお与えくださったことを非常に感謝しております。一言お祈りさせていただきます。主なる神様、今日はこうして日本の最前線で働いていらっしゃる日本の抱える大きな問題の一つ、高齢者に対してのセミナーを開いてくださったことを心から感謝します。これからのひととき、どうか主をあなたが導いてくださり、有意な回答をしてくださいますように、イエス様の名によってお願いいたします。1945年8月6日朝8時15分ピカドドン、広島の街に2つ目の太陽が現れました。やがてこの2つ目の太陽はもくもくとした雲の柱となりました。瞬く間に広島の街は火の海、廃墟となりました。東京街といいましても、場所はこの場所よりも少し南に下がったところの電車通りにあるわけですけれども、そこにありました東京街も全くの廃墟の中の建物となりました。こんな由緒のある教会で今日はお話をさせていただくと非常に嬉しく思っております。と言いますのも、私は被爆したのは4歳だったので、当時のことはあまりしっかり覚えているわけではありませんけれども、当時12歳だった一人の少女、この人の話を聞きながら、私のことよりも彼女の話を通して平和に対しての思いを語っていただけたらなと思っております。というのも、彼女も谷本先生のもとでサポートを受け、そして盲人福祉という社会福祉に貢献され、それから平和活動へと導かれた方です。名前は松原美代子さんと言います。写真の真ん中の下の段の真ん中に写っていらっしゃる方です。これは松原さんが被爆直後に東京大学の先生が広島に、被爆者の調査に来られた時に作られたカルテが広島市の公文書館に見つかったものですから、それを彼女と一緒に見に行った時のことを地元の新聞が取り上げてくれた紙面です。今日の話は松原美代子さんのお話、それから私の話、それから核兵器の怖さについて、それから皆さんにお願いというような形でお話をさせていただきたいと思います。その前に広島の街の歴史を若干お話しさせていただきたいと思います。広島の街は日本国中にある自然発生的にできた町ではございません。豊臣秀吉が大阪城を作った当初の頃、この地方を治めていた大大の毛利という人が、この少し南に三角州の中にある島にお城を作ってから人工的にできた町なんです。この北側にある山の上からどこに城を作ろうかなと思った時も、あそこに大きい島があるじゃないか、あそこにしようやと言ったので広島という名前がつきました。江戸時代の300年間、広島の町には城下には最初の毛利さんから、それから浅野さんまで3代の
福島さんと続いたわけですけれども、その間に発展し、全国でも有数の都市となったわけですけれども、明治になったときにその城下町が一変しました。武家屋敷だったところが全て軍事施設になったんですね。それから日本が明治になって最初にした戦争、明治27年日清戦争といいますが、この時には広島城の中に大本営が置かれました。明治天皇が約半年間広島に滞在されて、この日清戦争の指揮を取られたわけです。幸か不幸か、この戦争に勝ったために大きな資金が中国から賠償金としていただいたわけ、それでもってまた広島の町の周りに軍事工場がどんどん作られるようになりました。その後日本はほぼ10年ごとに戦争を繰り返したわけですけども、その都度全国から兵隊が広島に集められ、広島の城下で再度訓練をされ、そして広島の南に宇品という港があるんですけども、ここから中国大陸に兵隊が送り込まれるというような町でした。日清戦争というのは戦争の遂行予算を組むために帝国議会が広島で作られました。わざわざ議事堂まで作りました。伊藤博文が、私の資産ではないんですけどね各大臣が広島に滞在しまして、まるで広島が臨時首都のような様子を呈していました。その戦争の都度、広島は人口も増加し、日本でも有数の大都市となったのです。1931年に満州事変以降、大東亜戦争、後の日中戦争とか太平洋戦争へと戦争が進むわけですけれども、この間約15年間戦争が続きました。ということは、働ける人はほとんど兵隊にとっていかれたものですから、国内では労働力が不足し、そのためにまた食料も不足してまいりました。そのために朝鮮半島や中国から強制労働というような形で強制連行されてきました。またそのうちに国家総動員法という法律のもとで、中学校での授業が中止され、当時中学校はもともと5年生だったんですけども、5年生はもう即兵隊に行きました。残った上級生の3、4年生は広島の町の周りにはたくさんの軍事工場があったので、そちらの方に徴用されていきました。残った1年生と2年生が何をしたかということなんですが、これが今日の主題になってきます。当時の中学生は真夏でもこんな服装をしていました。先ほどお話ししました中学校の上級生、3年生、4年生というのは軍事工場に動員されて、鉄砲の弾を作ったり飛行機のプロペラを作ったりしました。朝作業をする前に朝礼の様子です。女子だってそうですよ。これは旋盤という機械を扱ってた当時の女学生の姿です。そして今日の主題になりますけれども、竹の子疎開というのが始まります。なぜかと言いますと、東京や大阪、名古屋、日本のほとんどの町は焼夷弾という爆弾で町が焼け野原になったわけなんですけども、火事が類焼、隣に移るのを防ぐために空き地を作れというのが軍隊からの命令がですね、空き地を作るということは家があるのを取り壊して空き地にするわけですね。そのために建物疎開と呼ばれております。しかしなぜか広島の町には焼夷弾の爆撃はほとんどありませんでした。全国の人たちは不思議に思っていました。広島の町は軍事都市だったので、よっぽど放射能の意味があって B-20 が来ない、恐れてこないのではなかろうかと不思議に思った人もいたそうです。
建物疎開とはこんな形ですね。今なら重機を持ってブルドーザーで持ってね、ザッとすればすぐ済むことですけども、当時は人海戦術です。大人の人は屋根にロープをかけて引き倒します。その後片付けをするのが当時の中学校の1年生と2年生でした。ご覧のように広島市には北から南に7つの川が流れていたので、あるところにしても川があるので東西には火事は移らないだろうなと予測していたんですけども、南北にはそんなものがありませんでしたので、軍の命令で広島市の真ん中に幅100メートル空き地を作れということになったわけですけども、その空き地の跡が平和公園の南を走っております、通称100メートル道路、正式には平和大通りという名前で呼ばれておりますが、今はこの大通りはですね、広島でも一番大きな道路となっております。これは米軍が取った被爆前の町ですけども、被爆後の町はこんな形になりました。というように、先ほど米軍は広島には来なかったんだというような話をしましたけれども、実際には幾度となく広島に B-25 はやってきました。何をするかといいますと、原爆を落としたのは核のテストですから、実際に焼ける前の町と焼けた後の町を比較対象とするための写真を事前に撮っていたんですね。この赤く塗られたところが原爆で焼けた全焼したところです。黄色いところは全焼はしなかったけれども半壊半焼した地域です。その白いところは焼けこそしなかったけれども爆風でもってひどい被害を受けたところです。そして建物疎開に動員された当時の中学校の1年生と2年生約8500人、なんとそのうちの6300人が犠牲になりました。そんな中にあって奇跡的に助かったのが今日お話をする松原妙子さんのお話です。これから松原妙子さんが実際に自分で当時のことを思い出して絵を描いてくださった絵を見ながらお話をさせていただきます。昭和20年4月憧れの女学校に入学しました。せっかく入学したのに授業はほとんどありませんでした。来る日も竹槍を持っての軍事訓練でした。片やね、原爆を開発しようかという国学校に片や竹槍で応戦しようというんですよ。なぜ女学生がこんな竹槍で軍事訓練をしたかと言いますと、日本はね、神風が吹いて絶対勝つとは言いながら、沖縄の事件がありましたね。やがて本土決戦といってアメリカ兵が上陸した時には、まず何をされるかというと、女子が暴行されるのではなかろうかなということが予測されたので、若い女子に自分の体は自分で守りなさい、そのために竹槍でもって自分の体を守る、その訓練をさせていたんですね。松原さんの学校にも建物疎開の命令が来ました。松原さんの学校の建物疎開の場所は、ここが今の平和大通りなんですが、一番東の端、鶴見町というところでした。爆心地から 1.5km のところです。それから被爆直後、すぐ図面でいうと右側の橋があるんですが、橋を渡って山の麓まで行きます。何かがあったら学校に報告に来なさいと言われていたので、学校に報告に行かれる、学校は近所にありましたので一旦北上し、そしてこの階
松原さんの方がこの辺になったんですね。そしてこちらに見えるんですが、8月2日のことを順に追ってお話をさせていただこうと思います。朝7時に学校に集合し、8時に作業現場にたどり着きました。お弁当箱と救急袋を置いて、いざ作業に取り掛かろうとした時です。お友達が、あ、B29 の音がすると言ったんですね。そんなことないでしょう、もう今日は空襲警報の解除になったのにと言っても音がします。ふと音のする方を見上げました。眩しかったので左手で太陽を遮りながら、右手でピカピカ光る飛行機の方を指さしていた時です。ピカッ、ドドン、地面がえぐるような音がしました。当時中学校、女学校では潮位内の方が直撃を受けると目が飛び出すよ、鼓膜が破けるよ、なので両手で目を塞ぎ、親指で押す、耳を塞ぎ、地に伏せなさいという訓練が繰り返されていたので、松原さんたちも一瞬そのような動作に入ったと思ったんですけども、実際には数メートル吹き飛ばされて意識を失っていました。しばらく経って気がつきました。するとどうでしょう、あんなに眩しかったお天道様が真っ暗になっておりました。少しずつ暗闇に目が慣れて周りを見回しました。先ほどまで作業を一緒にしていたお友達もいませんでした。次第に自分の体が熱く痛く思いながら、ついついお母さんの名前を呼びました。お母さん、助けて。返事はありませんでした。お友達の名前を呼びました。返事はありません。少しずつ目が慣れて、ふと自分の姿を見ていました。とどうでしょう、手はまるでグローブのように腫れ上がり、皮膚が垂れ下がっているではありませんか。少しずつ目が慣れて、明かりのする方に足を運びました。とたどり着いたのが、ある鉢のたもとでした。とそこには多くの傷ついた人たちがたくさんいました。みんな裸同然です。また全身傷もんべんのような人たちでした。松原さんは暑さに耐えかねて、つい川の方に引きずり込まれていきました。とその時です、松原さん、松原さん、か細い声が聞こえました。振り向いてみました。顔がバレーボールぐらいに膨れ上がって、顎が胸にひっついていて、それが誰だか分かりませんでした。お話をしているうちに、先ほどまで一緒に作業をしていたお友達でした。ふと今来た道を振り返ると、火の手が上がっているではありませんか。ここにいるのはないということで、橋を渡って逃げました。たどり着いたところは電車、市電の走っている電車道でした。電柱が倒れたかり、電線が地を張っておりました。多くの木の葉が路面を覆っております。少し離れたところに大きな水槽がありました。そこには幾人かの人たちが首を突っ込んだまま動こうとはしませんでした。ある山辺の道筋には、多くの人たちが動くことができずに佇んでおりました。松原さんは学校の言われた通り、学校に報告するために左側、地図でいうと北側に向けて歩いていきました。
と、そこでこんな場面に出会いました。倒れた家の中に赤ちゃん、お母さん、お母ちゃん叫んでおります。後ろでお母さんでしょうか、話して話して、坊やが坊やがと言って助けに行こうとしておくところ、後ろで若い男性が捕まえて、行ったらダメ、行ったらダメ、行ったらあんたも死ぬよと言って引き止めていました。これこそまるで生き地獄そのものだったようです。有名な「裸足の弦」という本を見られた方がいらっしゃいますか。この中には弦のお父さんが家の下敷きになって出られそうになりません。お母さんと一緒にお父さんを救おうとするわけですけども、大きな発射でどうすることもできずに、お父さんは逃げろ逃げろと言っている画面ありましたけども、こんな画面は広島中のこちらこちらであったんですね。と言いますのも、広島に原爆を落とされた時には火の玉が約1万度、地表の温度が3000度と言われる高熱で、爆心地の真下はあっという間にその原爆の熱線でもって焼けたわけですけれども、爆心地から1キロ以内はそういう状態ですが、その外側というのはですね、爆弾が爆発した途端に空気が四方八方に広がるわけですね。そうすると真ん中は一瞬真空状態になって、火は冷えかかったんですけども、ところがその反動で外側から新しい空気が入ってくると、冷えかかった火がまた燃え盛ったわけですね。こうして二段階状態で広島の町は焼け野原になったわけですけども、今言った話の原因で出てくるようなのは、爆心地から1キロから2キロぐらいの少しの周辺のあたりなんですね。最初爆風で家が倒れ下敷きになった、そこへ火がついたという形で、先ほどの絵のような状況が、出たわけです。こんな状況は広島中の一番下でありました。松原さんたちは何か怖いものに捕まれるのではなかろうかという思いで逃げていきました。とある橋のたもとまでたどり着いた時です。一緒にいたお友達が、松原さん、うちはもう歩けんけ、あんた一人早く学校行ってから先生に言うてや、うちがここにおるけ助けに来てよ。松原さんは一緒に逃げたかったんですけども、仕方がなく一人で学校に行くことにしました。学校は山の向こう側にあったので、直接焼けることはありませんでしたけれども、爆風で相当被害がありました。看板とか屋根瓦が地面を覆っていました。物が散らばった道路を這うようにして、松原さんは学校へと逃げていくことにしました。彼女と別れたのはここですけどね、学校がどこにあったのか、ここの商店街のところで行きます。やがて松原さんたち学校にたどり着きました。ところが校門の前に立ってみると、建物は無残な姿でとても中に入ることができませんでした。とうとう学校の先生にも報告することができませんでした。暑い痛い体をしばらく佇んでいましたけれども、早くお母さんに会いたくなって最後の力を振り絞って家に帰ることにしました。広島大学の医学部があるわけですけれども、当時山割はレンコン畑でした。暑くて暑くて邪魔出ませんでしたけれども、そこのレンコン畑を通る時だけは涼しい風が吹いてきたので、生き返る気持ちがしたそうです。
やっとの思いで松原さんたちが通っていた小学校、当時は国民学校と言いましたけれども、そこまでたどり着いた時です。もうどうすることもできませんでした。仕方がなしに正門前に置いてあったベンチに座りかけていた時に、たまたま通りかかった近所のおばさんが見つけてくれました。あ、ゆうこちゃんひどい気がしたね、おんぶしてあげるけ、捕まりなさい。おばさんは松原さんを背負って自宅まで連れて帰ってくれました。ところが松原さんのお家も爆風で粉々の状態で、とても中に入ることはできませんでした。すぐ裏山にあった洞穴、防空壕に松原さんを寝かせてくれました。これが松原さんの8月6日の出来事でした。それから松原さん、気を取り戻すまでには昏睡状態が続いていましたけれども、気を取り戻すまでにも約1週間かかりました。周りに多くの人が見守っていてくれました。ああ、私生きてたんだと感じたそうですけれども、体は火傷しており、髪の毛が抜けており、大変な状況でした。その後、松原さんの自宅を整理してそちらの方で療養をしていましたけれども、ある時、お母さんの娘に自分の姿が見たくて鏡を探し回りましたけれども、お母さんは鏡という鏡をほとんど隠していたようですが、やっとの思いで一枚の鏡を見つけました。ふと自分の顔を見たときです。まるでお化けです。松原さんは半分気が狂ったようになったそうです。帰ってきたお母さんに怒鳴りつけました。お母さん、あんたのマブルが悪いって言うようになったんでしょうか。それを聞いたお母さん、どんな気持ちだったでしょうか。どのように答えたと思いますか。お母さん、悲しい顔をしながら、あの時死んどってくれよかったのに、こんなむごいこと聞かんでも済んだのにとつぶやいたそうです。実際にはお母さん、大切な着物を1枚より2枚にして生活費を浮かせ、松原さんの医療費を捻出していてくれたんですね。そのことを知ってからは、二度とお母さんにこんなひどい話をすることはありませんでした。それから健康を取り戻し、復学するまでにはなお8ヶ月要しました。8ヶ月経って学校に行ってみると、250人いた同級生のうち、学校に来たのはたったの50人でした。多くの友達は現場で亡くなったか、松原さんのようにかろうじて家までたどり着いたかもしれませんけれども、その途中で亡くなった子もたくさん見たことでしょう。あの橋でたもとで別れたお友達もいませんでした。また松原さんのように命は助かったんだけども、お父さんお母さんがいなくなり、亡くなってとても学業を続けることができなかった、そんなお友達も多数いたようです。松原さんはそんな中で、私はこの人たちのためにも生きるんだ、一生懸命勉強しました。一番ではなかったけれども、優秀な成績で卒業できました。卒業できて憧れの会社に就職試験を受けに行きましたが、見事断られました。なぜでしょうか。顔に大きな傷跡があるからでしょうか。また自然によると遠くの方から、あれあれあれが原爆しようと、近寄ったらダメよ、映るかもわからんよというようなささやき声が聞こえました。松原さんにとって
って非常に残念なことに、就職ができず、また恋人もできずというような状況が続きました。松原さんの青春時代は悲惨というよりも残酷な日々でした。そんな中にあって東京会の谷本先生がこんな原爆乙女と言われる人たちのために救済に立ち上がってくださいました。ある25人の乙女たちは松原先生の紹介でニューヨークに行って、ニューヨークで治療を受けました。松原さんは大阪の市立大学で手術を受けることになりました。約3ヶ月間入院しているうちに閉じなかったまぶたが閉じることができるようになりました。握り拳の手が開くようになりました。その時の喜びは言い表すことができないほど嬉しかったそうです。喜びさんで広島に帰ってきました。さあ、この喜びをどのように社会に貢献することができるんだろうかと考えているときに、谷本先生が目の不自由な孤児のために施設を作ってくださいました。そこで松原さんは約8年間保護として働くことになりました。その時松原さんは、あ、私が生きされたのはこのためなのかと言って生きる生きがいを見つけました。と同時に松原さんの心に芽生えたのは、こんな悲惨な体験は私たちだけで十分だ、二度とこんなことが起きないように何をすべきかというような考えがふつと湧き上がりました。これは当教会、まだ元のところにあった教会でクリスマスのろうそく礼拝の時の写真です。中谷さんという写真家が写真集を作ってくれました。この長輪に載っているのがこの写真です。また施設での松原さんの作業はこんな状態でした。これ読めますか？免制限という施設でしたけれども、29年に谷本先生が作られた施設ですよね。そこで目の不自由な子どもたちに裁縫を教えたり洗濯を教えたりしながらの活動でした。そんな活動をした後、松原さんは広島市が作った施設で働くようになったんですが、その時たまたま三笠宮殿下が広島に来られて、慰霊碑に花束を供えるときにその花束を渡す役割も受けたそうです。そんな松原さんの一生を振り返る新聞記事がありました。核廃絶は絶対できる、そんな強い信念でもって英語を独力で学ぶと言っても、谷本先生の教会でですね、そこにいた宣教師の先生やなんかに習ったわけですけども、そしてアメリカに原爆の絵アメリカへという本があるわけですけども、バーバラ・レイノルズさんという方と一緒にこの絵を持ってアメリカに乗り込みました。拙い英語で喋るわけですけども、そのために書いた言葉は Remember Pearl Harbor という言葉でした。松原
田さんは答えました。私はアメリカに喧嘩を見に来たのではありませんよ。私たちのような悲惨な体験は私たちだけで十分です。世界中の人にこんな体験は欲しくない、して欲しくない。そのために核兵器はなくしましょうという思いでやってきましたと語ったそうです。質問をした新聞記者が顔を赤くしてそそくさと逃げていったそうです。松原さんの活動の原点は先ほども言いましたが、私たちのような原爆被爆者の苦しみや悲惨さを世界中の誰にも知ってほしくない、私たちだけで十分だという思いと、それともう一つは私によく言ったんです、くれたんですけどね、原爆を作ったのは人間だ、使ったのは人間だ、人間は忘れやすい生き物だ、忘れたらまた同じ過ちをする、世界の人々に忘れないように訴え続けなければならないという使命感に駆り立てられて、松原さんは80歳になるまで海外に語りかけていきました。その後脳梗塞を患われて、残念ながら2年前に亡くなられました。ということで松原さん自身がこの話をすることはもうできなくなったので、代わりにさせていただいております。次に私の体験を少しばかり話させてください。私は爆心地から 3.2 キロの地点で被爆しました。ここが爆心地ですけれども、約 3.2 キロ離れた西の郊外でした。家の前の道路で三輪車に乗って遊んでいる時です。東から西にピカッ青白い光が光ったと瞬間に、私は数メートル吹き飛ばされていました。気がついて泣き泣き家に帰ってきた。玄関口でお袋が待っていてくれました。はよこっちへ、はよこっちと言って手を引っ張ってきてくれました。玄関口の入ったと下駄を脱いで上がろうとしたときに、カバチというのが分かりますか。カバチを上がるときに下駄を脱ぎかけたんですけれども、無断でいいよ、無断でいいよ、早く落ちと言って手を引っ張ってくる。家の奥に畳1枚めくると地下室がありました。そこへ逃げ込むことができました。その後、私の被爆地は黒い雨がたくさん降りました。しかし私は防空壕に地下室に潜っていたので、直接黒い雨を会うことはありませんでした。私には12歳の兄と10歳の姉がいました。12歳の兄は袋町という小学校に行っておりました。そこの学校は鉄筋コンクリートの建物があったので、かろうじて夜遅く父親が連れて帰ってくれましたけれども、10歳になるまでは爆心地から500メートルの地点に母親の実家がありまして、そこに行っていたために、そこの家族全員遺骨すらわからない状態でした。父親はすぐに軍隊の命令で救助活動にとは言いながら、自分の息子娘たちを探しに駆けずり回ったわけですけれども、夜遅く傷ついた兄を連れて帰りましたけれども、あまりにも無残な姿なのに私には見せてくれませんでした。別の部屋にかくまっていましたけれども、その兄も20日ばかりだった29日に息を引き取ってしまいました。
私は当時の状況の中で一番悲惨な状況を見たのは、多くの傷ついた人たちが逃げてこられた。家が少し広かったものですから、幾人かの人を休ませてあげていましたけれども、その人たちが次から次に亡くなっていかれます。8月の暑い時でした。遺体を一晩置いただけで腐敗が始まります。嫌な匂いがします。そんな人たちを近くの空き地に集めては、10人ぐらい積み重ねてはダミに伏していきました。その時の光景だけは普段は忘れておりますが、こうしてお話する時には目に浮かび鼻に戻ってきます。4歳半だった幼い私ですけれども、この時の光景だけは未だに忘れることのできないような状態です。その跡地にこのような慰霊碑が作られました。隣の慰霊碑の碑文の中にこのように、1948年に102体の遺体が見つかりました。その遺体は平和公園の真ん中に供養塔というところがあるんですが、そこに収めてあります。と言いましてもね、一人一人どれが体の遺体というわけではありません。遺骨がいろんな人の遺骨がバケツに詰め込んであったような状態なんですね。ですから今広島市の平和公園の真ん中にあります供養塔というところ、納骨堂になっているわけですが、ここに約7万体の遺骨が収めてありますけれども、これが誰のというのは、その中のたった100人足らずの人たちですね。その人たちの遺骨ですが、毎年広島市の市長さんから全国の市長さんに向けて、今広島市にはこれだけの方の遺骨を預かっていますから、知り合いの方だったらいつでも取りに来てくださいというお手紙を差し上げているわけですけどね。もう70数年経ちました。ほとんど問い合わせありません。ということは、そこで眠ってらっしゃる約7万体の遺骨は無永久に平和公園の中で眠ってもらわざるを得ないんだったと思っております。それから10年後に私の父は被爆当時に広島市内を駆けずり回ったせいでしょうか、放射能が体に染み込んでおりました。体がだるくて働くことができません。俗に原爆ブラブラ病というような蔑んだ名前で呼ばれておりますけれども、半年周期で入退院を繰り返すような状況が続きました。とうとう私が15歳の時です。高等学校の1年生になったばかりの時でしたけれども、家が倒産し夜逃げをしなければなりませんでした。行き着いたところは広島でも一番大きな被差別部落というところがあるその中でした。私も住み込みで働かざるを得ませんでした。学校は中退しました。十分な栄養も取らずにこき使われたために、とうとう私は肺結核という病気になって入院をせざるを得ませんでした。当時肺結核というのは死の病と言われておりました。何が起こるか分かりません。入院中にアメリカのある団体からその計画の新薬が送られてきました。と同時に一冊の聖書がありました。聖書の日本語訳は当時は文語体でした。その中に何時の敵を愛せるというところにマークがありました。マークがつけてありました。私は一瞬聖書を投げつけてしまいました。原爆を落として私がこのようになった、そんな敵を愛せというのか、心がみらみらと舞い上がりました。けれども
メリカから送られた新薬のおかげで1年後に退院をすることができました。近くに、自宅ではなしに親戚に引き取られたわけですけれども、そこの近くに小さな小さな教会が新設されました。それが今私が通っております御滝グリーンチャンネルのもとでした。聖書を投げつけるような私でしたが、なぜか引き込まれるような感じで教会に足を踏み込みました。半年後に17歳で洗礼を受けるまでになりました。その幾多の変遷がありましたけれども、60歳になった時に定年退職をする時に、その牧師さん、でも牧師夫人です、牧師は途中で癌で亡くなったんですけれども、伊藤さん、あんた被爆者でしょ、定年後何するの、それと選択肢はないよと言われました。ということから私は平和資料館に足を運ぶようになって、そこで学び、そこで証言者として立つようになりましたけれども、すぐそこの担当者に、伊藤さん被爆者なんだからね、証言活動してくださいって言われたんですけども、いえいえ私の被爆はね4世の時ですよ、4世の時に本当に知ったかのようにお話することはできませんよと断ったんですけども、それから3年後に広島市が被爆証言の伝承者、現在証言していらっしゃる方の話を聞いて、その人の話をする中で伊藤さんが話をされたらどうですかと言われて、あ、それなら私にできると思いながらこの仕事に始めるようになったのがきっかけです。しかし私にはやはり心に痛むことがありました。平和公園の中には慰霊碑というのがありまして、そこに石の箱がありまして、その中に原爆で亡くなった人の名前がノートに書いて納めてあります。その箱の上に書いてある言葉が、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませんだという言葉でした。私はとてもその気持ちにはなれませんでした。悔しいね、敵討ちをしてあげるからね、安らかに眠ってくださいというのが私の本心でした。けれども敵討ちを、敵討ちにはまだその敵討ちがあります。恨みから絶対に平和は来ないよというのが私に与えられました。その後資料館をガイドするうちに多くのアメリカの人たちにも出会いました。あるアメリカの人が言いました。広島に行ったら一瞬投げつけられるんだと思った、なのに皆さんウェルカム、なぜ伊藤さんの心の変化はどこにあるんですかと言われましたが、私には分かりませんでした。また資料館にはすぐ向こうに岩国というところに米軍の海兵隊の基地がありますけれども、そこからも多くの米兵が来ます。その米兵たちはほとんどが原爆を投下することによって戦争を早く終わらせた、それによってアメリカ兵が100万人以上も死なずに済んだ、なので原爆を投下したことは正しいんだというように教育を受けてきている米兵たちです。その米兵たちの中にも資料館を見学した後、出口で涙を流しながら訴えてくれました。我が祖国がこんなひどいことをしたのか、涙を流しながら謝りました。それから3年前です、4年前です、アメリカからオバマ大統領が来てくれました。歴代の大統領の中でカーターさんが退役後に来てくれましたけども、
社から幾度となくご招待状を出しましたけれども、なかなか来てくれませんでしたけどね。あの他派生に出ましたおままさんだという思いがあったんですけれども、なかなか実現しませんでした。辞める前にやってきてくれました。ある人たちが、謝らないなら来てくれるのもいいよという人たちもいないではありませんでしたけれども、大半の人たちが被爆の実相を見てくださいというような感じで迎えました。アメリカの人たちにも多くの人たちがナチスがしたあの山岳脅威と全く一緒ではないから心を痛める人がたくさんいらっしゃるわけですけども、そうは言っても半分は先ほど言いましたけどね、原爆投下することによって戦争が早く終わったんだから謝ることはないというのが大半ですから、異性者としたらね、自分の両親はそっちにあってもそれが言えないという立場の人がたくさんいらっしゃるわけですが、その中にあって最後に勇気を絞って来てくれたオバマさんでした。オバマさんね、せっかく広島に来られたんですが、資料館なんか見られたらたったの5分間でした。最初はね、それを見た時に非常に残念な思いがしましたけれども、ですがオバマさんは来る前にじっくりと勉強はされていました。そのために来られた時にね、折り鶴まで持ってきてくださったんですね。そして最初は広島では大きなことは言わないよというような形だったんですが、実際には20分以上にわたって話をしてくれました。その中には今までアメリカでは神話となっているような原爆を落とした犠牲者の数とか今まで本当に過小評価したものがあったんですけども、実際に10万人以上の人が亡くなったことを認めてくれ、最後に被爆者と抱擁までしてくれるんですね。口でこそごめんなさいという言葉はなかったけれども、その思いを態度で表してくださったことに対して私は敬意を表しましたね。そのようなことがありまして、今では最初に与えられたあの聖書の言葉、何時の敵を愛せよ、あ、こんなことなのかなと感じながら今資料館で平和公園でガイドをしております。というふうに言うから、私の思いは Never forget から Never again というのが私の思いです、ね、二度とこんな悲惨な体験は繰り返してほしくない、そのためには核兵器を廃絶しましょうというような行動を日々とっております。こんな私の体験を毎日新聞社さんが記事にしてくれました。私は先ほど言いましたようにね、家が倒産し夜逃げをしたので、ね、家族の写真とかも一切ないんですね。唯一亡くなったおじさんの家の郊外に避難していた人が唯一私の姉の写真を持っていてくれました。その写真がこちらの写真です。今年の秋にはローマ法王さんが来てくださいますけれども、約40年前にフィルハネ・パウロ・ミセさんという方が広島に来てくれました。その時に慰霊碑の前で地球にぬかづきながら祈られたことは、広島アピールというのがこの石柱に刻まれております。左側に英語で書いてあって右側に日本語で書いてあります。戦争は人間の仕業です。戦争は人間の命を奪います。戦争は死そのものです。核兵器のない世界を、ごめんなさいね、過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです。
広島を考えることは核戦争を拒否することです。広島を考えることは平和に対しての責任を取ることですと言われています。先日は東日本で大きな災害がありました。最近では毎年のように災害がありますけれども、この自然災害は人間の手ではどうすることができませんけれども、戦争は人間がするんですね。人間知を絞ればなんとか戦争は避けることができるかもわかりません、かもわかりませんが、ところが人類の歴史は 100% 戦争の歴史です。口でこそ戦争のない平和な時代をと言いますが、不信仰かと言われるかもわかりませんけれども、若干前世ではないかなというような感じがしないでもありません。そのような中になっても核戦争だけは避けたいなというような思いがヨハネ・パウロさんにもあったではなかろうかなと私は思っております。というのも、広島や長崎に原発を落とされて約70数年間、実際の戦争で核兵器が使われることはありませんでした。けれども使われそうになったことは幾度となくあります。古いところでは朝鮮東南の時はそうでしたね。そしてアメリカと当時ソ連といった間でキューバにソ連が基地を作るという時に、ケネディさんは本当にボタンを押しかけたそうですけど、それもなんとか抑えることができましたね。もっとベトナム戦争の時です。この時にも使われそうになりました。またインドとパキスタンとが争いをしている時もそうでした。近いところでは湾岸戦争の時がそうでした。けれども人間知を絞り知を絞り、この70年間実際に戦争で使われることはありませんでした。けれどもこれから70年間100年間実際に使わずに済むことができるかどうかということは、全く油断を許さないのが現状のような感じがします。のような中であっても人類は知を絞りますね。3年前になりますけれども、国際連合で国連で核兵器禁止条約というのが一応作られました。しかしこれは50の国が批准をしなければ成立をしません。今32の国が批准をしてくれております。あと28の国が批准をしてくれるように、私たちは今一生懸命努力をしています。そのために今日皆さんにお願いとして緑の紙をお配りしましたが、署名運動を行っております。一つご協力のほどお願いします。この核兵器禁止条約の成立のために働いた NGO があります。 ICANというグループです。私もそのメンバーですけれども、その中に事務局長として働いた人がノーベル平和賞をいただいたのご存知ですか。右の女性はその時に、ノーベル平和賞の授賞式に行ったんですね。この授賞式の時にスピーチをしたのが広島の女学院高校を卒業した澤野節子さんでしたけども、そのフィンさんが広島に来られた時に一緒に撮った写真がこの写真です。その右側にいるのが川崎さんといって、アイキャンの日本の代
戦争のことですけれども、核兵器のない世界を求めて私たちは大変な努力を続けなければならないのではなかったなというのが今私が思っていることです。最後の最後に平和公園の資料が、平和公園の真ん中にあります慰霊碑に書いてある言葉、これを皆様にお土産として差し上げたいと思います。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんか。過ちは繰り返しませんか。ご清聴ありがとうございました。行かれる方はぜひこのグループで見てもらっていただいたらと思います。